皆さんこんにちは、ウマ娘大好きけん玉お兄さんでございます。どうもお世話になります。ということでですね、今回ですね、久しぶりに私このウマ娘ちゃんグッズってね、このフィギュア系ってこの全力造形スペちゃんしかなかったんですけども、今回はですねグッズ様さんから発売されたこちらをご紹介したいと思います。ドーンと、はい、ネンドロイドゴールドシップでございます。ゲーム配信当初はですね、なかなかこうフィギュア系ってなかったんですけどもね、1周年に続々発売されるようになりました。で、今日7月23日だったんですけども、同じ同時期にですね、このエンドロイドのゴルシと、あとはポップアップパレードというシリーズでマックとマクイーン、ミジロマクイーンとゴルシのアニメのリアル体験ですね、あの2つが同時に発売されておりました。あと聖地フィギュアーズの公開というのも発売になってますね。で、今回僕はこちらの SD タイプのゴルシを購入させていただきましたので、開封してご紹介したいと思います。ゴルシっぽいね、表情が僕大好きなんですよね。側面こうなっております。表情パーツもいろいろついてるのかな。で、このバカチューブのロゴのディスプレイもついてるみたいです。で、はい、では早速開封していきたいと思います。出てきました。じゃん、トリセツもついてます。内容がゴルシちゃん本体とポケパーツたくさん、足パーツ型もあって、あとこれ走ってるトロハネのエフェクトパーツですね。で、あと表情が2つついてるね、はい、あといろいろありますね。ちょっと見ていきましょうね。白黒なのにどんなものなのかちょっと分かんない。パーツの取り付け方とか方とか、シチューの使い方いろいろ書いてあります。お、すごい、日本語だけかと思ったら裏側英語の取説もついてますね。さすが。はい、中身はこんな感じでございます。保護シートに包まれていますけど、このゴルシ本体と腕パーツ、ピースピースの腕パーツですね、はい、で、こちら走ってる疾走のポーズが取れる片足パーツですね。こっち、あ、見えなかったか、はい。で、表情パーツが2つついております。2段目の方には芝をイメージした台座と支柱パーツ、そしてこれはゲートですかね、コースをイメージ、ゲートじゃないな、コースを、コースのあのガードを模したついております。はい、本体取り出してみました。このエンドロイドシリーズっていうのは初めてね、私購入した、どんなもんかなと思って、ほぼこう固定ポーズかなと思ってたんですけども、意外と可動箇所が多いですね。首がグリグリ動きます。この首のね、ジョイントの部分の、ね、予備パーツもちゃんとついてたので、もし万が一破損してても首の部分の取り替えが効くということですね、はい。首が結構動きますね、360度。なんかゴルシだったら本当にこうやってグリっていうか首動かしそうなのが笑えるんですけども。で、これで前後にも表情付けすることができます。そして腕ですね、腕はもうまるっと、この手首の部分も取り替えが効く、びっくりした。腕の部分ね、この交換パーツもついてますんで、腕の表情付けもねできるし、こうまるっと取れるんでね、結構いろんなポーズがつけられるんじゃないかな。で、足も、ね、交換可能なので、あ、動く、すげえ、ボールジョイント、ボールジョイントじゃないよ、この関節ジョイントになってるので上げることができる。うわ、すげえ、ネンドロイド、すごい。あ、でもそうか、こっち右足だけはこの膝が曲がるようになってるんですね。で、
こっち左足は、やっぱり左足は曲がらないようになっていて、こっちの疾走バージョンの足に変更することで走るポーズを取ることができる。でぐるっと後ろですね、こちら尻尾もちゃんと動きますし、この後ろ側もね、抜かりのないディティールがちゃんと入っております。いや、可愛いというか面白いというか、この表情ね、もうまんまゴルシ、はい、これ標準のポーズですね。ではちょっといろいろ入れ替えてみたいと思います。はい、パケシャを参考に、このちょっとこの私をお呼び会みたいなポーズ、あの馬よんの最終話で出てきた時のようなポーズですね。ちょっとこうかっこいいポーズですね。サムズアップの握り手と、あと腕がなんか二重になってるあ、いいのか、ちょっとコラボこうですね。いや、かわいいな、この人こういう感じ、ちょっと決め顔ですね。ポーズ決まっております。はい、膝が曲がるんで結構このこっちの表情付けが楽しい。はい、こちら馬ぴょい伝説の米食いて時のやつですね。表情パーツと腕の組み合わせで米食いてでも痩せたいの時のポーズ、かわいい、ほんとかわいい。このサイズなのにほんと耳とかもねグリグリ動くしね、結構作りは単純なんですけど、単純なだけあっていろんな表情付けができる感じですね。かわいい。こんな感じで G1 を勝利できた時のドロップキックのポーズも取れます。すごいっすね、これ首がこう取れるんですよ。だからでここで角度が取れるの でちょっと引き出してこうおつむき加減にすればこういったアクションも取れるんです。すごいな、これエンドロイドすごい。この SD 体型でこの表情付けができる、すごい、かわいい、たまんない。左足を曲げたパーツに取り替えて G2 以下の勝利ポーズの一着のポーズのポーズですね。いやー、もうどれを取っても絵になるな。ほんとこのレンドロイドさんってこう腕がこう3分割なんですよ。この肩と肘と手首と3分割になってるんで、もうそれぞれ組み替えていろんなポーズできるんでね、遊び方はすごい広がります。かわいい。はい、赤チューブプレートをつけて、もうゴルシちゃんといえばこのポーズ、ピースピースのポーズですね。いやごめんなさい、もうね、どのポーズとってもね、どれもこれも決まるから、かわいいっす。ピースピースできるこの体型すごいな。で、このドロハネパーツをつけて、ちょっと角度をつけて疾走ポーズ作ってみました。スタンドもね付属でちゃんとついてるので、これもね角度がちゃんとつけれるので、こういった不安定なポーズもしっかりつけることができます。いや、すごいな、本当にこの腕パーツの組み替えで3分割になってるので、本当にいろんな表情をつけることができます。すごく遊んでて楽しいですね、エンドロイド。本当にゴルシーがここにいるかのような満足感があります。グッドスマイルカンパニーさんより発売されていますエンドロイドゴールドシップ、ご紹介いたしました。いや、本当ね、エンドロイドっていうシリーズがあることはね、もうずいぶん前から知ってたんですけどもね、このゴルシーが発売されたことで改めて初めてね手に取ってみたんですけども、すっごく面白いです。もう遊んでてとても楽しいフィギュアシリーズなんだなと、すご
僕驚きました。でアニメ1期が出た時にスペちゃんのネンドロイドだけは出たみたいなんですけどね。で今回第2弾、ウマ娘の第2弾としてこのゴロシが発売されたということですね。願わくばもっと他のウマ娘ちゃんたちもネンドロイドで出していいんですよグスマさんって感じですね。いやむしろたくさん出してくださいと言わせていただきたい。このスケールでたくさん並べたいです。グスマさんよろしくお願いします。はい、あのですねすごく遊んでて、まあ、同じこと言いますけど楽しいこのゴルシでした。あの発売が決定して予約開始になった途端に予約では売り切れたので私も買えなかったんですけど、なんとかあの知り合いの、模型屋さんに聞いてみたらですね1個あるよということでですね取り置きをしてもらって買うことができました。はい、なのでもしかしたらまだ皆さんのお家の近くのね、ホビーショップ等々にあるかもしれませんので、そしたらぜひ、お財布にちょっと、ま、5800円だったので、ね、そんなに安くはないんですけどね、はい、もしよろしければウマ娘ファンの方でしたらお手に取って間違いない商品でございますので、ぜひぜひネンドロイドワールドシップ手に取って遊んでみてください。ありがとうございました。チャンネル登録、そして良ければ他の動画もご覧いただければ嬉しく思います。また次回お会いしましょう。ゴルシちゃんのバカゲーム、パパパパパパカゲーム、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 ちゃんのパ